はいどうも、豪快ジャーが世界一大好き、ジンです。俳優の池田純也が逮捕されたってことで、話題になってますね。で、どうやら特殊詐欺の受け子をしたってことで、こんな風にね、信じられないとか意見が出てるんだけど、 これについて思ったことは、いや、ショックだなって思いますね。うん。まあ、受け子とはいえね、詐欺ってね、結構重たい罪になるからね。うん。で、どうやらもう事務所ともね、契約が解除されたようなんですけど、まあ、一時はね、ヒーローものとかにも出てて、いやこんなことしなくたってね、 いくらだってね、仕事あったと思うんだけどね。いや、すごくね、もったいないなって思いましたね。うん。まあでも、やったこと自体はね、あの、犯罪なんでね。いや、しっかりね、反省してほしいなっていうふうに、思います。って、こと、